今回はグダコの下着は1枚なくなっていたことに対するサバの反応に対するユーザーの反応を紹介します。一応閲覧注意、もしグダコの下着が1枚なくなってたことが発覚した時に起こり得そうな出来事、なくなってたのはブラの方とする。なぜか疑われるのは男性陣ではなく一部の女性サバ。ホームズがいるなら借り出されるやつ、ホームズがいないならモリアーティズが借り出されるやつ。モリアーティ捜査本部長、若い方もローモリもなんか童貞臭いリアクションしそうなんだよな。モリアーティ異性の方は鼻で笑いそうだけど、ブラが一枚なくなってての言葉に顔を真っ赤にする男サバいそう。コタロウくんとかマンドリカルドとかが浮かんだ。緊急ガルデア招集会議開催、イベントの交換素材になる。ダヴィンチちゃんへ、リツカちゃんの下着を盗んだ人、公表しないので速やかに手を挙げてください。カルデア子宮の下着ならマシュノとかの混じってない？大丈夫？サイズがだいぶ違うから問題ない。あんま大差ないし混ざってたらわからんかも。どっちも味気ないスポブラしかしてなさそうだな。気軽に喋ったら一部のサーバントの方が懸命に犯人探しして、いや、そこまでやらなくてもとマスターが気をされそうだ。多分グダコは気にしないかしてもあんま表には出さないだろうな。マシュの方がわかりやすく焦る。拾ってアイロンかけて渡そうと持ってきたところで騒動に遭遇して後ろに隠すエミヤの姿が。またエミヤが女難に。まあパンツあるしいいかな。マスターとよくはないですよな後輩。シチュって大きさにもよるけど落ちてるとパンツ落ちてるように見えるんだよな。メイブちゃんが発見して、何このダサい下着もっと良いものつけるべきよとカタログ持って突撃してくる。まあ野外活動に頼る下着はメイブちゃんにはダサいよな。メイブちゃんなら野外活動に頼る可愛い下着を持ってきそう。メイブちゃん可愛くもなくて野外活動に耐えぬ下着などただの布。さすがメイブちゃん。実は子供サーバントがいたずらブラジャーを試してみたかったで持って行ったけど、大事になって言い出せなくなったとかありそう。カルナさんはマスター、ランドリールームに落ちていたぞと手渡ししてきそう。授かりの英雄が授かっているかもしれない。それは授かっても困るだろ。おいおい胸当てがなくなるなんざ災難だったな。マスターデリケートな問題だからあまり深くは聞かねえが、ハベトロットあたりに新しく編んでもらったらどうだ？レース？手のだったりめかし込んで気分転換でもしたらいいんじゃねえか。お前売っただろ。誰にいくらで売りつけた？アホは見つかったようだな。下着がなくなったとしか言ってないのに、胸当てと知ってるあたりねえ。しかも、レースうんぬん言ってくるの普通にキモい。純粋な善意で言ってるかもしれないじゃん。もし売ってたのなら購入者がいるはずなのでそいつもショックくべきだ。不法で下着奪いに行くって誰がやるかな。大体下着を奪うくらいなら直接食いに行く印象だけど。お坂部姫とかコルデイは買いそう。コルデイはむしろ新品プレゼントしてきてるところを妄想してそうな生々しさがある。カドックはブラが一枚なくなってて起きたら飲んでた飲み物吹き出しそう。その後なぜか自分のタンスの中からグダコの下着が出てきて、どうにか気づかれずに返そうとするカドックの珍道中。その下着がもう使い古してボロボロだったりして、カドック？なんだ雑巾？嫌がらせか？ってポイってした後、後々それがグダコのブラだったと知らされて、後輩女子のブラをうかつに触っちゃったことだとか、なんで自分のとこにあったのかってことだとか、年頃の女子があんな擦り切れてボロボロの可愛くもない下着を身につけてる現状だとか、いろいろ考えてちょっと情緒ぐちゃっとさせてほしい。グダマー、ブラがなくてもパンツさえあればなんとかなる。ムサシちゃんに晒しもらったし、いけるいける。パンツとブラは用途違うから、パンツが無事でも普通に困りそう。まあカルデアも長いし実質家族みたいなもんだしな。藤丸と多分最近目覚めたばかりの家族。下着を発見して返しに行くことになった奴は道中無駄にいろんなサバから声かけられて、どれもくだらない話で時間取られてほしい。長時間女物の下着を持ち歩く屈辱に耐えてくれ。オベロンは夏イベでグダコに対して童貞の挙動だったから、下着のワードだけでまた童貞ムーブかますイメージしかないわ。言うタネだから仕方ないけど。しかしその童貞ムーブすら引っ込むレベルの実用耐久しか求められてない下着だった場合、切れ気味の歯が出てくるかもしれない。水着の感想で戦闘服引き合いに出したり、他シナリオ見ても役割じゃなく藤丸個人の好きにさせたいって気持ちがでかいんだよな多分。あと水着がちらっと見えるへそ出しタンクトップにスケパーカーとかいう夏服を作って送る、ええなら下着でもやるかな。結構自分で作れそうなサバが多い。突如始まるマスターに着せたい下着コンテスト。下着コンテスト、みんな女子勢が際どいの持ってくるから、普通のでいいからそんなスケスケなのとか。がっつりランジェリーじゃなくていいからって止めるマスターと大声でそんなこと言うんじゃありません。公共の場だぞって突っ込む新所長。下着なくしたんですか？なら作ります。って勝手に作って強制的に着せるヤバい女サバたち。下着なくしたんですか？
なら作ります矢印参考までに今まではどんな下着を矢印雑誌給品な下着矢印全部処分して可愛いの作りますね。そしてグダコの下着は勝負下着みたいなのばっかになる、と。この後ジョフクちゃんが普通に自分のスポブラと間違えてて届けに来るんだろ。そういう絵画みたい。ボゲロンが目をそらしながらスーってやるんだろ。わかりづらいけどあいつ水着の感想を言うとき目元ピンクに染めて瞳孔を開いてる差分になってたみたいだから。表情はねじ曲がらないから白の時もグラさんでごまかしてたむっつり。オベロンも私物奪うより送る方が好きなタイプな気がする。ほんまや、今ちょっと見たけど本当に黒い方のオベロン目元赤いし瞳孔を開いてる。むっつりか？むっつりやな。男サバはなんか盗むやつはいなそうなんだよな。アンメアとかは容赦なく見つけたら持っていきそうな気がする。カルデアには犬系サバや探偵サバがそこそこいるから犯人検挙は時間の問題でしょう。厳しいのでスルーされてるけどスレガはセイレムグダコなんだぜ。セイレムグダコ可愛いよね。確かに犬連れてるサバに探してもらうのはありだな。それこそおみちさんとかもろ8匹犬連れてるし。グダコ女サバたちのマスターに着せたい下着コンテストやら下着なくしたんですか？私が作りますなトンチキなやりとりが。食堂で繰り広げられてて、飯食いに来ただけのカドックが困惑。オベロン相手に今度は新調した下着で感想が聞きたいをやらかすグダコ。シレット女サバに混ざるアストルホ。アストルホは普通に可愛い系のセンスがいいから女子側から意見求められたと見た。女湯に入らないくらいそういう理性は蒸発してない騎士だからねえねえ、一応確認しときたいんだけど、僕この話題に混ざっていいの？って断り入れてそう。カドックもう走って退避しながら飯食うスキル持ってそう。いけないまたオベロンが深呼吸してしまう。ノーブラグダコにいたたまれなくなってマントや上着を羽織らせる男サバは何人か浮かぶ。ノップ何？パンツをなくした？ならふんどしでも履いたらええじゃろ。グダコ沖田さん。沖田さん正直未断付き。多分なくしたのパンツだったらこんな感じだろうな。道具作成でなんとかしろオベロン。お前いいだろ。オベロンは根はわんぱくで健全な青少年なんだぞ。グダコに何気なく下着作ってよなんて言われたら心臓とまた咳を抑えたまんまぶっ倒れちゃうだろ。部屋化されて動揺してたカドックとか夏にグダコに対してあれだったオベロンとかが童貞ムーブしてるのしっくりきて笑ってしまう。バーソロニューはすごい真摯に返してきそう。本人も普段から性癖オープンにしてるのとだて男だから下着で興奮する性質ではないっていう謎の安心感がある。ついでに下着のプレゼントとかも慣れてそうだなこいつ。グダコは目隠れではない。ただその一点のみで容疑者から外れる。それがバーソロニューロバーツ。目隠れ好き変態海賊への信頼度がデカすぎる。バソは目隠れではない存在に手を出そうとすることはないよって真顔で言いそう。まず目隠れ見つけたら暗がりからこんにちはするのもダメだからな。でも目隠れでない存在を目隠れにしようとはしますよねバレンタインお返しを見ながら。なんで一応秩序側の新選組より目隠れ海賊の方が信用できるんだろうな。